間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。今日ご紹介いたしますのは、この雑誌サラサーテの74号になります。こちらで注目する記事といたしましては、コンサートマスターのお仕事という、ここに書いてありますけども、コンサートマスターのお仕事という特集が組まれております。そこではもちろんプロのコンサートマスターが何人かコンサートマスターという仕事について話をしています。そして注目すべきはアマチュアのコンサートマスター数人と、プロの木野正幸さんを交えての座談会、コンサートマスターの、お悩みといいますか、アマチュアオーケストラでの、コンサートマスターの在り方のようなことが、座談会形式で、話されております。興味をお持ちの方は、ぜひこの74号を、求めになられてみてください。